寿司屋の土屋の相席いいすか。この番組は新しい技術で街づくりをよりよく進めるスマートシティ、略して寿司の取り組みをさまざまな角度からお話しし、全国の皆さんと語り合う、そんな番組でございます。はい、全然スマートシティと関係ない話をしますけど、今パリオリンピックね、やってますよね。すごいです。日本がなんか金メダルの数がですね、すごいってことで、なんか世界一みたいなことを更新していて、なんかすごいですよね。なんか今まで結構ね、注目されてた方が残念みたいなこともあるんですけども、それまであんまり注目されていなかった方がわっとこう突然こう金メダリストで踊り出たりですとか、なんかやっぱり結構波乱万丈というかですね、こういったところで引きこもごもが選手の皆様の裏にはあるのかなというふうに思うと、なんかそういう、人生のドラマみたいなものを感じてですね、結構胸が熱くなったりします。はい、ということでフランスですね。はいね、なんかちょっと行ってる人の投稿なんかをちらちら見るとすごい楽しそうだったりするんですよね。で、開会式もめちゃめちゃ楽しみで、見ようと見るぞというふうに意気込んでいたんですけど、早朝3時からということ で、よりによってちょっとその日私がちょっと帰ってこれですというか、なんかいろいろあって見れなかったんですけども、後々で見るとちょっとね、演出が結構その演出やるみたいな形でですね、否定的な意見を言われる方と、やっぱりこうなんかなんて言うんでしょう、表現するものがあってすごいなみたいな感じで肯定する人と、ネットの上だといろんなご意見がね飛び交ってて面白いなというふうに思うんですけども、まあ別にね、そこで東京の話をこう貶めるとかそういう必要ないんじゃないの別にと思うんですけどね、お国柄が出るっていうのはね面白いなと思うんですよね。このフランスでなんか新しい、ね、スタジアムを作るとかじゃなくて、川セーヌ川でですね、船に乗って皆さんが入場するみたいなのってやっぱりなかなか、ね、ないし、あ、そういうことやるのかみたいなこととか、あとはそのマリー・アントワネットのね、なんかギロシに首を落とされて、でそれが出てくるみたいな、なかなかグロい、そんなことするのみたいなのも、まあちょっとそういうのも含めてお国柄なのかなというふうに思ったりします。フランスといえばですね、行ったことはないんですけどね、なんかすごい気になる存在っていうふうに思っています。なんか大学、私入った時に大学では第二外国語がフランス語だったんですよね。で、なんでフランス語かというと、当時いろいろ中国語とか、ドイツ語とかね、何があったかな、スペイン語とか一部あったりしましたかね、ロシア語とかね、あったような気がする、トリュフのみたいな気がする、なんかそういう第一外国、英語はやんない必須科目 で第二外国語になるなんか取るっていうのも理系でしたけどね、必須だったんですけど、で何に取るって言った時に別になんかあんまりどれもんこれをって興味はなかったんですけど、サッカーのワールドカップが当時ね、パリでやる98年でしたけどもあったので、フランス語かな、なんかちょっとおしゃれそうだしみたいな、そういうノリで選んだんですけどね。理系の人はね、医学部とか行く人はね、皆さんドイツ語必須なんで、みんなドイツ語を取るみたいな感じですけど、別にそういうのも関係ないしということで、そういうミーハー心でフランス語とか取ったんですけど、同じようにクラスがね、その第二外国語、同じ第二外国語の人で同じクラスになるので、クラスのメンバーみんなフランス語を取った人っていうのが一つのクラスになるんですよ。なんとなくね、他のクラス見たことないですよ。ちょっとこう緩めな、理系にしてはこう緩めな人が多いなとか当時ね思ったイメージがあります。本当イメージですよ、ただのイメージです。ただその時も長野からね出てきた、もう田舎者ですから私なんかも。はい、でフランス語大して覚えてないんですよ、大して覚えてないです、本当すいません。本当だ、当時フランス文学でね、いくつか作品なんかを残されていた先生についてですね、その教科書ね、ワインの話の教科書だった、これがね良かったんですよ。なんかブルゴーニュ地方がどうこうみたいなですね、どこの地方のワインがどんどんこんなんみたいなことでですね、ワインの話をフランス語の教科書で読むみたいな、へえ、こんな
こんな世界があるのかと思って、こういうのをこう教科書に選ぶっていうのもなんか楽しいなと思ってやってましたと。まあ、ということで、ちょっとあの美母音みたいなね、あの発音の練習なんかをする、この鼻の上でこのアンみたいな、ちょっと変ですけど、なんかその発音がおかしくて、こうなんかクラスでみんなちょっと微妙な雰囲気になってたりしたのも懐かしいんですけど、はい、何言ってんだろう。でフランス語ですけど、でちょっと当時あの大学の頃にですね、あの、まあ、吹奏楽というか、まあ、あのやってたんですけどね、あの政治マーチングとかをやってて、で、まあ、あの3年生の時ですかね、ステージをあのの、まあ、なんて言うんでしょうか、その ドリルステージマーチング、わかります？ドリルステージ、あのいわゆるあの管楽器を、ね、持ってあの歩き回ってあの隊列組んだりとかして、まあ、というこう、まあ、聞くのとそこを見せるみたいなのとちょっと一体化した、あの分かる人にはなんか恥ずかしい説明なんですけど、なんかそのまあブラスバンドで歩きながらやるみたいな、それをステージでね、あの演奏するみたいなことを、当時3年生の時ですね、1曲あの何曲かあるんですけども、まああの4年生が全体のディレクションをして、でまあ3年生でなんか1曲ずつ分担してみたいな形でやってですね、で1曲なんか隊列をね考えたりとか、曲の部分はちょっと作曲というか、その辺はちょっと作曲できる人にねお任せしたんですけど、なんか隊列組んだりとかなんかするっていう、コマって言うんですけど、なんかそんなのを一回書いたんですけど、でその時こうなんでその曲選んだのかなってちょっとなんか今思い出せないんですけど、ミシェル・ポルナルフのですね、シェリーに口づけ、トゥトゥトゥマシェリーっていう、ね、これどっかで CM とかで皆さん聞いたことある方多いかと思うんですけど、トゥトゥトゥマシェリーマシェリーっていうあれですね、あの曲をやろうと。でチアリーナとですねこう絡むというか、まあ、絡むというか対立上でですよ、はい、変な想像しないでくださいね、はい、しないか、はい、ごめんなさい、そのチアリーナとプラスバンドでですね、まあ、一緒にこうなんか対立組んだりとか、なんかそういうちょっとこう凝ったようなアクロバティックなものをですねやったんですけど、もうこれなんかその時にこの曲ってこうどういう曲なのかなとか、これ作詞歌ってる人ってどういう人なのかなっていうのが当時やっぱ気になってですよ、大学3年が20歳そこそこくらいですかね、あれ何歳、21か、それくらいか、はい、で、まあ、CD ショップですよね、だからタワレコですよ、渋谷のタワレコでこれ曲ないかなと思ってこう CD 行ったらあってですね、で、まあ、買って、でさらにトリビュートトゥポルナルフっていう曲、CD があって、なんかいくつかそのミシェル・ポルナルフのですね曲をさまざまな人がトリビュートアルバム、まあ、亡くなってないですけどね、まだご存命ですけども、まあ、他のアーティストの方々がカバーした曲集なんかを聞いてですね、結構いろんなのがあるなというふうに聞いてて思ったんですけど、で1970年に、まあ、出てですね、まあ、当時かなり大ヒットしたっていう一曲なんですけども、なんかこのまあ、シェリーの口ですけど、まあ、どういう歌詞なのかというとね、ま、トゥっていうのは、まあ、トゥみたいな、ちょっと苦しくなってくるな、ま、ってのは私のって、シェリーっていうのはいわゆるダーリンみたいなものですかね、愛しい人、私の愛しい人よという、まあ、そういう意味の歌詞なんですけども、まあ、ちょっとポップな感じ のラブソングだったりするんですけどもね、でこれ他の曲いろいろ入っててですね、まあ、なかなかちょっと、まあ、どぎついというかですね、ちょっとなんて言うんでしょう、こう皮肉なシニカルな感じの曲調が多くて、でまあ結構他のねトリビュートアルバムなんかもこう聞いてて、グッバイマリールーとかですね、そういう曲なんかがですねすごいなんか頭に残ってるんですよ、なんか妙に他の曲も含めて結構ハマってしまって、なんかヘビロテして聞いててですね、で今ちょっとこれ CD 昔のあるかなと思って漁ってみたらちゃんとあったんですよ、こう CD 捨ててなくてよかったなと思ったんですけど、まあね、昔もなんか高校ぐらいから買った CD とかね全然すらなくて残ってて、で私のと妻のと両方それぞれが持ち寄ったものが集まってて、すごい結構たくさんあるんですけど、いや捨てないでおいてよかったなと思って、まあ、見ると70年代の、ね、洋楽でこのミシェルさんも
当時ちょっと、ね、うつ病なんかを患ったりですとか、まあ、精神的な疾患なんかを持ったり、まあ、なんかそういう天才なこうアーティストの人のにはそういうことってありそうだなというふうにイメージつくかもしれませんけども、そんなようなちょっと大敗的なね、甘美な感じの曲調が多くて、まあ、当時大学の3年生でしたけどね、なんか結構聞きふけてしまって、ここなんかもこう書くの、いやけでも結構当時はすごい時間がいっぱいありましたよね、他何やってたっけっていう、まだ研究室とかねそういうのも入ってないような頃だったので、なんかあれでも一番時間あるような気がしたけど、なんか大して何もやってなかったような気もして、なんかその当時ちょっとその習ったフランス語の話と、なんかこの曲のフランスっぽいなんかそのイメージとですね、ちょっと思いを馳せながら過ごしていたなというふうに思います。なんかねこうシニカルな感じなんですよね、ちょっとそんなに詳しくそれ以上語ることはあんまりないんですけども、なんかフランスって言った時にね、この、ミシェル・ポルナルフのなんか世界観みたいなものとかがなんとなく目に浮かんだりします。はい、ということでですね、パリオリンピックもまだまだありますけども、頑張れ日本というのと、ちょっとそのフランスの文化なんかもですね、この機会にいろいろまた見てみたいなというふうに思ったところでございます。はい、ということで今日は以上です。